1754年イギリス総選挙は第11期グレートブリテン議会の庶民議員議員を選出するために行われた選挙。グレートブリテン議会は1707年にイングランド議会とスコットランド議会が合同した時に成立していた。第11期グレートブリテン議会は1754年5月31日に開会以降1761年4月20日に 解散されるまで8回期続いた。大規模な賄賂と首相入荷する公爵による海中選挙区への影響力により、与党は多数を維持した。1754年時点では官職にありつけそうな人物は皆、保育党と称し、旧来の党派は有名無実と化していた。トーリー党と保育党のレッテルは特定の主張を指す意味を残していたが、選挙では、 オックスフォードシャー選挙区など、少数の選挙区を除いてほとんど会議見られず、選挙の結果は地方での課題と、貴族家系からの支持にのみ影響された。通りー党と称したものは少数ながら残っていたが、官職から締め出されて久しく、影響力がほとんどなかった。グレートブリテン議会が存在した前期間を通して、区割りが変更されることはなかった。 総選挙は1754年4月13日から5月20日まで行われた。この時代の選挙はすべての選挙区で同時に行われず、各バラや軍でバラバラに行われた。ありがとうございます。